48G オーディション千秋楽行くぞ。あ、芸能人限定 AKB オーディションスタート。この華奢な感じでのこれがめちゃめちゃ可愛いです。ひなみたいな。ノートレスタンドの刺すのが結構大変なので。あ、そっか、もっとおっしゃってたじゃん。そうです。 I need you I need you。 ちょっとビート出す感じで。スタンドがちょっと、そうです、そうです、そうです。そしたら歌ったまま、マイクずっとしたまま、なんか遊ばれてるみたいな感じで。難しい、これ。あんだけ踊った後、最後ヘビーローテーション歌います。え、ね、ヘビーちゃんと整えてきたね。 I want you、どうですか。いや、もうすぐ本番だと思うと怖いよね。ねえ、気持ちが。だってもう あと3日3日後、今日が水曜日で木金土で、はい、やばいですね。こんなね、足引っ張れない。いやー、なんか大変なことを引き受けてしまったって感じ。そうですね、普段いろんなことやってますけど、こういうアミさん見れてうるっと本番ちょっと僕泣いちゃうかもしれないです。はい、お疲れ様でした。お願いします。お願いします。どうですか、意気込みとかどうですか。ですけど、いや、もう本当に自分に夢中ってやるしかないですね。もうずっと頭の中流れてるもん。
頭の中ヘビーローテーションです。楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、皆さん本日はご来場いただきありがとうございます。こんにちは、めいです。早速ですが、どうぞ。おはようございます。おはようございます。おはよう。とうとう当日ですね。とうとう当日だよ。見て可愛くないって。いや早っ。アミーゴ TV これにすること。いやいや、色全然違うでしょ。いやいや、うちはもう唐辛子一本で。今日千秋楽なので感動的なシーンにさ、うん、絶対失敗はできない。本当にちょっともう足を引っ張らないように。いや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 、自分の娘のね、こう大きなさライブを耳に来たっていうお母さんの気持ちだもん、ね、いやそうですよね。あのもしかしたらメンバーのお母さんと同い年。そうだよ、変わんないんだから。間違えてお母さんステージ立っちゃったみたいな。ちゃうからさ、母ちゃんって言われる可能性も。本当にお母さん出てこないでよみたいな。家でもやってたんですか。もうずっと、そう、もうずっと言ってるから。ちょっとあのチビーゴがさ、はい、ビビーロケーション。ママ頑張って歌って踊ってくるからねって言って。はい、そうで、しかもこれニコ生でも放送されてるみたいなんで、うん、だし、その後も、はい、そうね、この大仕事が終われば、うん、飲むんすか。日常に戻れると思う。飲むんすか。そうですね、勝利のお酒を、勝利のお酒を、はい、美味しいお酒になるように頑張ります。はい、まもなくなんかリハーサルみたいなんで、そう、はい、ね、頑張ってください。よろしくお願いします。チーム A の、段取り確認をしていきます。まず、本日のゲストの、鈴木亜美さんです。では、題して芸能人限定 AKB48 はい、そこからお願いします。おい、しとけましょうよ。練習楽なんだからさ。失礼しました。題して AKB 限定、題して芸能人限定 AKB48 オーディション。諦めないんだから。この方です。どうぞ。CO2 で拍手。ビートキャザー踊る4人はそれで出てきてください。はい、あの一回ここで振り付けなんか修正なり確認あれば。お疲れ様です。どうですか。もうリハーサルも終わっちゃったからね。体力の限界とか言わないでください。え、もうビデオ終わった瞬間にもう口の中ガッて。いやでもなんかやっぱステージに立ってるアミさんかっこよかったですね。ありがとうございます。なんか途中ビートゲーザーの時こっちに、はい、あの目線いただきました。はい、送りました。キュンってなりました。キュンって唯一余裕のある。そうです。お疲れ様です。お疲れ様
お母さんの気持ちで、はい、頑張ってって。もうなんかもう始まりますって感じ、うん、今日メインで7人の皆さんと絡むこと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。名前だけ。はい、岡田奈々です。よろしくお願いします。はい、浅井奈々美です。よろしくお願いします。山内美月です。よろしくお願いします。田口真中です。お願いします。小木由衣です。よろしくお願いします。あれ、ごめん。倉野成美です。よろしくお願いします。岡部凛です。よろしくお願いします。質問コーナーとかやるんですけど、はい、よろしくお願いします。来てくださって、来てくださってるのめっちゃ嬉しいです。誰よりもおしゃれに素晴らしい方が私が描いたんですよ。すごい可愛い。一緒に踊る。はい、皆さん聞いてください。お願いします。宮崎美穂と申します。よろしくお願いします。入山奈です。お願いします。加藤玲奈です。よろしくお願いします。吉田カレンです。お願いします。ここまではできないです。うち3人はめっちゃいい。なんすか、かわいい。すごいね、グループ感というか、うん、アミさんずっとお一人でやられてるから、うん、また違うっすよね。そう、なんか昔を思い出した。なんか私、そういえばなんか一人でこう居場所がどうしよう、ね、あ、そういうことっす。周りのみんなグループとか、はいはい、バンドとか多かったから、うん、一人でちょっと寂しかった。ありがとうございます。ゲストさんが一緒にエンジンしてくださるの初めて。そうなんですね。涼しく。あ、そうなんだ。じゃあ最後楽しんでいきましょう。はい、はい、AKB48G オーディション選手ラックいくぞ。すいません。お疲れ様です。すいません。急に来て申し訳ないです。ありがたいです。どうですか今日。千秋楽だと思うんですけど。あ、そうなんです。千秋楽で、はい、スペシャルゲストに鈴木亜美さんが来てくれるってことでもうすごく嬉しいですし、一緒のステージに立てるなんてこと多分もう二度とないかもしれない機会なので、精一杯楽しんで負けないように全力でパフォーマンスをしたいと思います。鈴木亜美さんのイメージってどんな感じですか？イメージはやっぱすごい可愛い可愛いなってイメージと、あと激辛？激辛、はい、YouTube やられてるじゃないですか、はいはい、ペヤングの辛いやつを食べ比べる。もう最近です。すっごい涼しい顔して食べるじゃないですか。私もペヤングの激辛食べたことあるんですけど、はい、もう一口で限界。そのイメージですか？私も YouTube やらせてもらってるんですけど、はいはい、その YouTube の中でいつも罰ゲームにデスソースが出てくるんですよ、はい、でも私たちはデスソースを罰ゲームとして使ってるのに、鈴木亜美さんはなんか、ね、調味料かのように使うから味変。もうびっくりしちゃって。そのイメージなんですね。もう、 そう、激辛がお好きなのに歌もダンスも得意っていう、なんだろう、体が丈夫な方なのかなっていう。で、ああ見えて2人子供がいるので。そうなんですよ、はい、いや、なんかすごいですね、美魔女というか。美魔女。美魔女。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ります。すいません、急にライブ前に押しかけて申し訳ないです。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、千秋楽だと思うんですけども、はい、鈴木亜美さんがゲストなんですけど、すごく嬉しいですし、私はテレビ番組でなんか大食いとか激辛のやつを番組をすごい見ていて、その激辛のところに鈴木亜美さんが出演されているのをよく見てて、激辛が得意っていうのもすごい知っていて、はい、私辛いの普通好きなんですけど、もう異次元じゃないですか、多分激辛好きの中でもトップじゃないですか。トップなんですね。で、私の中ではもう私が知ってる芸能人の方ではトップだと思ってるんですけど、なので今日の質問コーナーではその激辛に関してのことを質問したいなって思っていて。なるほどですね。多分そっちの方が亜美さん的にも美味しいかと思います。憧れてます、激辛。そっちの面で激辛面で憧れてます。
先ほどリハーサルされてて、もうみんな後ろでこう、メンバーが、ああ、すごい美しいっていう感じになってたんですけど、まあ、私は激辛の、トップの方としても見させていただいております。なるほど、はい。じゃあすいません、今日千秋楽、はい、頑張ってください。ありがとうございます。楽しみます。鈴木亜美さんと。いらっしゃい。頑張ってください。お化粧バッチリ決まりました。はい。お化粧。はい。終わりました。あっという間にもうすぐだよ。いやもう本当びっくりしました。あと50分ぐらい、ね、何が一番不安ですか？3曲不安、何が不安か、ヘビロテ、まあ、全体的にバランスを合わせられるかなっていう、意外と距離が近かったから、うんうんうん、こっちあんまか躊躇しちゃうと、うん、ちっちゃくなっちゃうし、それまでにしますもんね。そこはなんかちょっとビビらず大きくやらないとなって、うん、でもやっぱここにすぐ近くにいるとですね、こうバーンできないような気があんまりそういうのがさ慣れてないから、うん、ましてや練習、全体練習1回しかしないですもんね。そう、さっきのさガシガシないから、うん、緊張してます？緊張はね、そんなにしてないんだけど、ただ、ね、ちゃんとやりたいなっていうのは、そうですね、うん、ある。緊張すると忘れちゃうから。お客さんも盛り上がれたくても、まあねね、この状況下プラス、うんうん、座ってたんで、うん、声出せないから ね、その反応も、うん、だからあのちょっとね、慣れないような環境でやることになると思うけどね、まああまりそういうの気にしないように、うん、やるやろうかなと、なんか収録だと思ってやることね。あ、なるほどですね。そうそうそう、ライブ感を持ってやっちゃうと、うん、こう帰ってくるのを期待しちゃうけど、うん、収録だと思えばきちきちっとやることをやってっていう感じになるから、その中継の先のニコニコ動画の見てる人たちにもちゃんとなんか面白さが、ね、伝わるように、うんうん、そっちも意識してやりたいなってね。プロっすね。いや、プロじゃないです。作り手の方の気持ちを考えると、いやいやいや、そういう風にやった方がいいかなって、ね、思うから。またあと、まあ、40分ぐらい、うん、そうですね。マイクとか来たら着替えてちょっと動いて、はい、最後に備えて、お願いします。今なるべく落ち着いて落ち着いて整理して、はい、お願いします。はい、お願いします。フラインゲット言わないとなんか UFO みたいな。ピンクレディの方に。マイク確認お願いします。はーい、かわいい。はい。もう一個オーディションやってくれないかな。私たちもうオーディションの間ありません。いや、それがさ、とある人がさ、AKB どうですか？おしゃべりの時間があるから。
AKB 限定芸能人オーディション。芸能人AKB よろしくね。